ある日ベッドで朝を迎えたら動けなくなっていた。それはまるで狐につままれたような出来事だったわ。だってそうよ、パパだって言ったもの。バカな冗談は寄せて、どれほどの美容院をパパと二人訪ねたことでしょう。どこの美容院も原因がさっぱりわからないままで、即入院、そして手にしたものは悲しみ乗せる車椅子。死んじゃおうかな、薬を集めもした。パパ別れよう、捨て鉢にもなった。ご飯茶碗を放り投げもした。それでも許し続けるパパがそばにいた。パパの人生が終わるとき、私の人生も終わるでしょう。おはよう、そしていってらっしゃい。おかえり、ただそれだけで生きている。